発売当日に手に入れたいと全国各地で早朝からファンが長蛇の列を作った。発売元や小売店では発売時の混乱を避けるために予約販売を実施したのだが、どうしても今日欲しいファンが店頭販売分を狙って詰めかけたのだ。何時間待ったの？16時間。もちろん、PS2 見てください。嬉しい。はい、いやー、ようやくって感じですね。すごく楽しみにしてたんで。こちらの店では全て事前に予約を受け付けて販売しているんですが、なぜか行列ができています。メーカーでは初動100万台の出荷を目指し生産体制を組んでいるが、次の出荷時期は明らかでない。こんばんは、仙台からお伝えします。全国ニュースでもお伝えしましたが、新型ゲーム機プレイステーション2が今日から発売開始となり、仙台でも長い行列ができました。仙台駅の東側にあるラオックスでは、昨日の夜7時から並んだ学生を先頭に350人を超す長い行列ができました。このため時間を早め6時40分に開店しましたが、大きな混乱はありませんでした。プレイステーション2は1台3万9800円で、ゲームを楽しめるだけでなく DVD の再生機能がついていたり、インターネットにも接続できるなど機能が豊富で高画質なのが特徴です。昨日の夜の7時くらいですね。 DVD 見れるし、あとプレステの外もやれるから。お父さん、こんなに並んでやっと手に入りましたけども。もう子供のためだにしょうがないよ。もうほとんどの人が本体の他にゲームソフトを2つ3つと一緒に買い求めていました。じゃあ僕ちんがプレステ2のすんごいスペックを教えてあげよう。教えて。ついにその姿を現したプレイステーション2。今週は全世界を震撼させたマシンスペックを大紹介。まずは心臓部となる CPU。 なんと世界初の完全128ビットを実現したエモーションエンジンを搭載。そして驚異のグラフィックを描き出すのは世界最高速を誇る超並列描画エンジン、グラフィックスシンセサイザー。さらにデュエルショックも進化。各ボタンがアナログ対応になったのでより多彩な入力が可能に。メモリーカードは 8MB にアップ。なんと従来の64倍という大容量。もちろんこれだけじゃない。 DVD 再生機能、初代プレステソフト対応、ネット配信サービスなどなど、21世紀のエンターテインメントを全て集約したのがこのプレステ2なのだ。プレステ2は従来のゲームマシンの性能をはるかに。でおい、人がせっかく説明してんのに無視すんなっつーの。